これ大丈夫？皆さんいかがかお過ごしでしょうか。文献アカリストのアテナです。はい、ということでですね、今回は実験です。はい、ということでですね、私ですね、アクアリウムを、まあ、初めてですね、大体まあ4年ぐらい経過しておりまして、まあ、これまで様々な水槽を立ち上げてきました。で、このアクアリウムっていう趣味はですね、本当にまあ沼が深くて、いや、ハマる要素がね、めちゃくちゃあるんですよね。まあ、現状私 4.5 畳の趣味の部屋で、9台、そしてリビングに1台ということで、10台の水槽の管理をしています。はい、でまあアクアリウムの魅力といったら、やっぱりこの自分の好きなレイアウトに自分好みなこの生態魚を入れて楽しむっていうことだと思うんですが、まあ、私はですね、最近は植物にもハマっています。はい、でまあ特にアガベですよね。まあ最近プレゼント企画ということで、まあ皆さんをね、沼にはまらせたいという思いで、皆さんにアガベをお配りさせていただきました。はい、まあ小株含めて8株ぐらいですかね、まあ皆さんにお渡しさせていただいた、譲らせていただいたっていうことで、まあ買っちゃうね。はい、空いたスペースにね、またちょっと大きめのアガベ買っちゃいました。やっぱ買っちゃうよねっていうね。はい、まあプレゼント企画と言いながらね、自分のこの置き場所を確保するっていうね、まあ裏の目的があったっていうのはここだけの話。はい、まあこんな風にね、水槽とかもまあどんどんこう勝手に増えていくんですけど、このアガベたちもですね、気づいたらめちゃくちゃ増えていくんですよね。でこのアガベの魅力っていうのは、やっぱりね、この育てやすさにもありますよね。まあめったに枯れることがないっていうのがやっぱり大きいかなと思います。でそんな中、私発根がねしないアガベっていうのがあるんですよ。でこの株なんですが、これね、アガベのチタノタホワイトアイスという品種で、多分ね3ヶ月以上はずっと未発根の状態なんですよ。でまあ未発根っていうかね、わかんないんですけどね、正直中どうなってるか。ただこの葉っぱの展開もありませんし、おそらくまあ発根してないんじゃないかなっていう状態が3ヶ月ずっと続いています。でまあアガベってね、本当に強くて、こんな状態でもね、基本的に枯れないんですよね。だからまあこのまま発根管理ずっとね、この土耕でやっていってもいいんですけど、まあちょっと今回はまあ実験をしてみたいということで、はい、抜いて確認してみました。見てみるとやっぱりね、発根してないですね。まあ、発根しやすいやつやったらね、もう本当に植え付けて数日で根を出したりするものもあるんですが、まあ、こうやってなかなかこう発根しない株っていうのも、まあ、あるのはあるというところです。はい、ということで今回はこのアガベさんを使ってとある実験をしていくということになります。でこれね、見ていただいたら、ちょっと後の方で分かってくるんですが、もうこいつだけじゃなくてですね、もうちょっと他の株にもやっていくと。でちょっとアガベだけじゃなくてっていうことにもね、まあなっていくと、まあ割と結構自分の中では壮大な実験に、なりつつあるということで、まあ果たしてね、これがどうなっていくのかというところを、ぜひ皆さん見ていただけたらと思います。はい、ということで今回はこのアガベ、3ヶ月経っても芽が出ないアガベの発根の実験をしていくということです。まあ、でその方法なんですけど、やっぱり私ね、このアクアリウムやってるというところも当然ありますので、いやこのね、アクアリウム水槽やってて、なんかね、こう活かせないかなっていうのはずっとね、私考えてました。はい、まあ、私アガベ始めて、まあ、1年ちょっとぐらい、いやもうちょっといくか、1年半ぐらいですかね、まあ、行ってると思うんですけど、いやーずっとね、このアガベと水槽なんかこう組み合わせて、なんかお互いにこうメリットがあるみたいな、できたらいいなっていうのはずっと考えてたんですよね。でまあどんな実験かっていう前にですね、ちょっとこんなパーツを用意しました。はい、これ普通にね、ワイヤーですね。はい、ワイヤーをですね、このアガベにこう巻きつけてですね、ちょっとこの形を形成していくということをやっています。まあもうこの時点でね、もう皆さん勘のいい方だったらお分かりだと思うんですけど、はい、今回やっていくのはこのアガベの発根を水槽でやっていくということになります。はい、これですね、あんまりやってらっしゃる方少なくて、まあ一回コメントでね、なんか YouTube されてる方で、こういう発根アガベとこう水槽っていうので発根ねされてるっていう方がいらっしゃることみたいで、まあ、私ちょっと動画見てないんですが、もう私もアクアリウム水槽やってますので、まあ、同じくね、これ発根に挑戦してみようということで、はい、こんな感じでパーツを作りました。
はい、で早速こうです。これ大丈夫で、皆さん思われるじゃないですか。いやー、わかりません実験なんでね、やったことないんで私。はい、ということで、まあ、アガベの水耕で、発酵させるっていうのはこれあるんですけど、まあ、アクアリウム、これお魚さん入ってますからね、この中で、果たして根が出るのかっていうのを私実験していくという回になります。さあ、果たして3ヶ月発根しなかったこのアガベさん、どうなるのか。さあ、ご覧ください。発根してましたどないなってんのこれ3ヶ月発根せえへんかったアガベがたった3日で発根するという結果になりました。これどういうことこんなことあんのって正直私ね、ちょっとびっくりして、いや、発根せんかった3ヶ月なんやねんっていうね。いや、もうちょっと言葉失いましたよね。こんな簡単に発根するかと。はい、で、まあこれをですね、一応植え付けまして、で、しばらくこれね、時経過したんですけど、はい、ちゃんとね、根っこをどこで下まで伸びてましたので、いや、もうこれはね、発根チャレンジ大成功ということになります。はい、まあこれでね、検証終わりっていうのもちょっとしょうもないですし、はい、もうちょっとで皆さんお付き合いください。お次はですね、こちらです。これね、エボリスピナなんですが、2株購入したうちの1株はちゃんと発根したんですけどね、こいつがですね、発根しないんですよね、なかなか。まあ、で、これもおそらく3ヶ月ぐらいですかね、土耕でずっとやってたんですが、まあ、全然発根せずですね、はい、ご覧の通り、もう全くですね、発根の兆しすら見えないと、そういう状況でした。で、まあ、このエボリスピナっていうのは結構ね、こう乾燥させ気味にしないといけないっていうのが、まあ、結構ネットではあるんですけど、まあ、これもね、ちょっとせっかくなのでやってみようということで、はい、こちらも水耕で発根をやってみます。はい、まあ一回ですね、これ結構株がでかいので、まあこんな風にですね、隔離ケースとかを使いながらこうやってね、浮かせようと思ったんですけど、ちょっとやっぱりね、重みで全然ダメで、はい、まあこれはちょっとやり方としてはダメでしたね。ということで、排水パイプの上になんかポンと置いただけという形で、まあただちゃんとね、水にはこの根っこの部分、あ、根っこというか、こう発根させる茎の部分ですかね、その部分がしっかり使ってますので、まあこれでね、どうなるかっていうことでしばらく待ってみました。はい、で、水につけてから5日後ぐらいで、ちょっとね、異変があったんですよ。これ何かっていうとね、これ見てください。このアガベの、この元々ね、エボリスピナって、この周り、ちょっとこの枯れた葉っぱっていうのがあるんですけど、その状態がですね、なんかで違和感があったんですよね。はい、で、これちょっと見てみると、若干これね、鎖ですかね。いや、なんか、嫌な予感がしたんですよね。はい、ということで、ためらいもなくね、めくっていきます。いやー、ちょっともったいない気もするんですけど、もうこれ腐ったらね、終わりですよね。はい、ということで、ちょっと怪しい部分はね、全部剥いていきました。はい、で、これよく見るとね、この葉っぱの間にちっちゃい虫とか入ってて、これちょっと状態ね、良くないなっていうので、はい、しかも発根もね、やっぱりしてませんでした。いやー、やっぱこのエボリスピナは、水耕はちょっとあんまり合わないのかなと、はい、思いましたので、こいつはここで脱落ということになります。はい、で、まあ、再度ですね、これオキシベロン溶液ですね、につけて、まあ、土耕栽培で、はい、もう一回発根ね、普通にチャレンジしようと思います。はい、まあ、ちょっとこいつには合わなかったのかなと、うん、まあちょっとわからないですけどね、もうちょっと待ったら結果違うのかもしれないですが、まあなんとなくですね、あんまりいいような感触なかったので、まあ一旦ここでね、ちょっと検証としてはまあ一つ失敗かなと思います。で、別のですね、アガベ2株も実は仕込んでました。はい、アガベの宝珠と宝王という名がついてるチタノタになります。はい、こちらですね、これが宝珠ですね。で、これ見ていただくとですね、小株もついてるものになります。よくご覧ください。ちゃんと発根しています。はい、しかもこれね、小株からもしっかり発根ねしてますので、いや、これはね、非常に、うん、うまくいったかなと思います。これもですね、入れてからそんなに本当に3日とか4日ぐらいしか経ってないので、いやー、これはね、やっぱうまくいきましたね。やっぱアガベ普通のね、チタノタ系は結構うまくいくんじゃないかなと思います。で、こちら鳳凰フェニックスというものになるんですが、これもですね、よくよく見ると、は
発根しておりました。やっぱりこのね、チタノタは割とこの水耕の、発根方式合ってるのかもしれないですね。はい。で、まだちょっとね、仕込んでたやつがあるんですよ。これね、チタノタのカニという品種になりまして、まあ、非常に挙手がね、いかつくて、かっこいいもの。これもしばらく水耕栽培やっておりました。で、これもなかなか土耕でね、発根しなくて、多分3ヶ月ぐらいずっとね、この状態やったと思うんですよね。で、なかなかこの下葉もですね、ちょっとずつこう、これはこう減っていくというか、枯れ出しましてですね、いやー、ちょっと心配してた株なんですが、ご覧いただければ、はい、これね、ちょっとわかりづらいんですけど、古い根っこからちょっとずつね、小さな白い根っこっていうのが、実は見えるんですよ。まあ、こちらはもう少しね、しっかりした根が生えるまでは水槽での発根っていうのは続けたいと思いますが、まあ、一旦こちらも成功ということになります。はい、ということでね、最後にこいつで、試したいと思います。はい、グラキリスになります。ベコベコのやつ。はい、こちら以前ね、土耕で、はい、発根をしようということでご紹介したやつなんですが、全然発根してなくてですね、3ヶ月ぐらい発根してなかったんですよ。で、これ今水苔なんですが、これね、ひっついてるってことはちょっと期待したんですけど、はい、濡らしてみたら、全然発根してませんでした。いや、ちょっとこのベコベコ具合はね、もうさすがに厳しいかなと思うんですが、まあ、柔らかさとかはね、全然まだないんですよということで、もう最後の望みをかけて、いや、ちょっとこいつやってみたいと思います。で、ちょっとこれはね、皆さんあんまり今、真似しないでください。パッと見てね、真似するのは非常に危険です。っていうのも、このアガベと違って、パキポディウムっていうのは、毒がね、あります。はい、で、これがですね、このパキポディウムのこの樹液っていうんですかね、部分に結構毒があるみたいで、この哺乳類にとってはね、かなりこれね、毒性強いみたいなんですよ。私結構ね、これを機にいろいろ調べました。特に犬猫とかにはこのね、パキポディウムの毒っていうのはかなり厳しいみたいで、これが魚にどうなるのかっていうのは私もね、かなり調べたんですけど、明確なね、こうものっていうのがなかったんですよね。まあ、いろんな論文見まして、このパキポディウムの毒っていうのも、こう背が高い方が結構毒性が強いとか、まあ、結構ね、私論文読みました。で、まあ、結論、魚に影響あるかっていうと、わかりませんだからね、ちょっと真似しないでください。多分ね、大丈夫っていうのが、まあ、私の今の調べた結果なんですけど、はい。で、まあ、1週間ぐらい経過した状態でこんな感じ。これね、なんとなくね、1週間前とちょっと違うんですよね。まあ、どう違うかって結構言語化しにくいんですけど、このなんて言うんでしょう、このカットされてるこの縁の部分が、なんとなくね、盛り上がりが若干あるような気が、せんでもない、いやー、わからん、気のせいか。はい、ということで、まあ、これね、ちょっとまあ、今回取った方法っていうのは、根っこを再度カットしてリセットってやってないんですよね。もうそのままつけてますので、やっぱり樹液がね、まあ、万が一出て魚に影響あったらいけないと思ったので、まあ、今回はちょっとそういう方法を取りました。はい、ということで、再度グラキリス待ちになりますので、またね、ちょっと味しべたので、全然発根してない株をね、水耕栽培で私やっております。いや、これ結構ありやね。まあ、特にこのアガベのね、この水耕、まあ、特にこの水槽でやるっていうのは結構ありかなと思います。アガベの発根で別に土でも普通にできるし、あるいは水苔とかね、まあ、いろんな方法でできますね。普通にこう水耕で、発根させるっていう方も、まあ、いらっしゃいますし、できるんですけど、このね、水槽のメリット、私これやって感じました。水をね、変えなくて済む。これめちゃくちゃ楽。置くだけでいいんでね。で、例えばこう水耕とかで、やるとですね、例えば容器にね、何でもいいです、ペットボトルとかにこう水入れてアガベ突っ込んでみたいなね、やるとやっぱ水ってね、腐ってくるので定期的に変えないといけないじゃないですか。ただこの水槽だとアクアリウムだと私、その手間がね、ないです。まあ、1週間に1回ぐらい当然水替えってするんですけど、なんかこう水が腐っていくってことは基本的にこうね、ないので、いや、これはですね、非常にアクアリウムされている方にとってはメリットなのかなと今現時点では思っています。まあ、こうすることでね、水質浄化能力があるかどうかみたいな、そんなはね、多分もうあんまり、まあ、そんなに大きな影響ないと思うんですね。まあ、あってもかなり微々たるものだと思います。まあ、これがアクアポニックスぐらいまではね、ちょっと言い切れない。まあ、そんなにね、大したものではないっていうふうには思います。まあ、それでも私にとってはね、結構これいい発根の、まあ、手軽な発根の方法を見つけたなと個人的には思っています。
まあ、ただこれね、生態に対する影響っていうのはちょっとまだ未知数ですよね。っていうのも一応この私が育てているアガベっていうのは、まあ基本的にはこう農薬とかね、殺虫成分とかこう使ってないものになりますし、一応根っこね洗い流したりはしてるんですよ。まあ、それでもこのアガベ本体に残っている農薬成分とかがある可能性っていうのは全然ありますので、いやちょっとその辺がまあリスクにはなってくるかなと思いますし、まあ簡単にねこうパッとあいいなと思って真似されるのはちょっと一回ね待っていただいて、ぜひこれされる場合は自己責任でお願いしたいと思います。はい、ということで今回はアクアリウムで珍奇植物、特にアガベの発根を実験ということで検証をしてきました。まあ、ちょっとこれね、あんまりこう、おすすめと言えるかどうか微妙なところなので、まあぜひ真似される場合は自己責任っていうところと、で最後ですね、グラキリスさんどうなったかって皆さん気になりますよね。はい、まあこれはですね、ちょっとこの動画を出すタイミングわからないので、もしかしたらこの動画の最後にね、発根の様子っていうのがどうなったかってつけれるかもしれませんので、ちょっと最後までぜひご視聴いただけたらと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。